1981年、たった3ヶ月の間に歌舞伎町内で類似した事件が連続して起きました。そのことから犯人は同一人物だとして捜査が進められたのですが、結局犯人特定にまでは至らず、そのまま時効を迎えています。今回はその事件についてまとめ考察していきます。第1の事件。1981年3月20日、前日から宿泊していた男女2人組のうち、男性だけが先にチェックアウトしていきました。しかし、一人部屋にいるはずの女性はチェックアウトの時間になってもフロントに現れず、不審に思ったホテル従業員が午前10時頃に部屋の様子を伺いに行きます。しかし、部屋の前に行って呼びかけても応答はありません。仕方なく従業員は鍵を使って部屋の中に入ったのですが、そこには衝撃の光景が広がっていました。なんと、客と思われる一人の女性が亡くなっていたのです。それを見た従業員は大慌てで警察に通報します。間もなくすると通報を受けた警察が到着し、現場検証が始まりました。捜査員は現場の状況から事件性があるとみて女性の身元確認を急ぎます。その結果、部屋に残されていた名刺から、女性は歌舞伎町のキャバレーでホステスとして働く33歳の女性だということが判明したのです。一方、事件発覚前に一人でチェックアウトしていった男性の身元は一切不明で、現場となった部屋にもその足取りを追えるような手がかりは残されていませんでした。そこで、警察は男がキャバレーの客だったと仮定し、被害者の勤め先に調査へと向かいます。そうして店に捜査員が訪れると、そこには女性の履歴書が保管されていました。それによると、彼女の出身地は大阪府此花区で、事件当時は歌舞伎町に通える距離のアパートで暮らしていたということが判明します。それを受けて捜査陣は早速彼女が住むアパートへと向かったのですが、そこには違う名前の人物が入室していました。とは言っても、それは全くの別人が住んでいたというわけではなく、女性が勤務先で使っていた名前が源氏名だったというだけのことだったようです。そこで判明した彼女の本名は吉田恵子さんで、また年齢も33歳ではなく、実際には45歳でした。事件が起きる前の彼女の様子を知るため、警察は吉田さんの周囲の人物に聞き取り調査を行います。その結果、彼女の生い立ちから歌舞伎町で働き始めるまでの流れが明らかになりました。吉田さんは1935年12月に兵庫県神戸市長田区に生まれ、中学卒業後は地元の会社に就職しています。その後、22歳の時に家で同然の状況をしてキャバレーで働き始めました。それから7年後の1964年にキャバレーで知り合った既婚男性と同棲を始め、3年後の5月にはその男性との間に息子を授かっています。そしてその翌年には同棲していた男性が前妻と離婚し、吉田さんと入籍。晴れて2人は夫婦関係となりました。そのようにして、紆余曲折しながらも幸せな家庭を手に入れたかのように見えた彼女でしたが、結婚から5年後の1973年に転職した夫の仕事がうまくいかず、再び水商売で働き始めます。結局それから数年経っても夫の仕事がうまくいくことはなく、それどころか持病の喘息によって家で寝ていることが多くなりました。なんとかして家族の生活を守らなくてはならないと考えた吉田さんは必死に働きます。ですが42歳になっていた1977年10月、そんな生活に限界が来たのか、彼女は夫と子供を残して蒸発してしまったのです。その後、夫と息子はそれぞれ持病があったこともあり、吉田さんと再会できないまま亡くなってしまいます。そんな中、事件が起きる前年の1980年に彼女は実家で夫と息子が亡くなったことを知らされました。二人を残して蒸発したとはいえ、これは相当ショックだったことでしょう。その証拠に、彼女が利用していた貸金庫には子供の写真と夫のネクタイピンが預けられていました。こうして吉田さんは耐え難い悲しみに暮れながらも生活のために仕事は続けていたようです。そうした中で今回の事件が起こってしまいました。事件直前、彼女が若い男と一緒に歩いているところを目撃されています。そのことから、警察は目撃された男が事件に関与しているとみて行方を追うのですが、彼がキャバレーの客だったのかということすら判明せず、特定には至りませんでした。そんな中、同一犯による犯行と思われる事件が発生します。第2の事件。続いての事件は第1の事件から約1ヶ月後の4月25日に発覚しました。その日の午後9時頃、男女が一緒にチェックインします。しかしそれから1時間もしないうちに、男性だけが一人で料金も支払わずに出て行ってしまいました。
そんな彼の姿を見て不審に思った従業員が部屋へと入ります。するとそこには1ヶ月前の事件と同じように亡くなっている女性が倒れていたのです。通報を受けて駆けつけた警察は、現場の状況が類似していることから第一の事件との関連を疑い始めます。被害者は20歳前後とみられる女性で、浴衣を着込んでいました。その他の遺留品は十字架のイヤリング、ピンクのサンダル、タバコ、ライターがあったのですが、いずれも身元を示すようなものではなく、そのことから女性の身元が割れないように犯人の男が意図的に名前などが記された所有物を持ち去ったとされています。そうした男の行動から、警察は被害者と犯人が以前から交流を持っていたのではないかと推測し、女性の身元が分かれば事件解決に大きく近づくと考えていました。そこで新宿警察署は女性の似顔絵ポスターを作成・公開し、全国に対して情報提供を呼びかけます。また、女性の身体的な特徴として脇がを治すための手術を受けた跡がありました。この特徴から、手術を担当した医師が似顔絵を見て名乗り出たりしないかと期待されていたのですが、そうしたことは起こっていません。そこで次に警察が目をつけたのは女性の歯でした。彼女は歯並びが悪く、虫歯を治療した後やちょうどその当時虫歯になっている歯が多数あったのです。そのことから歯医者のカルテが調べられますが、結局成果は得られず、とうとう女性が誰なのかは分からずじまいとなってしまいます。第3の事件。次の事件は第2の事件から約1ヶ月半後の6月14日に発生しました。午後6時半ごろ、後に被害者となる当時17歳の少女とサラリーマン風の男性がホテルにチェックインします。そしてそれから1時間10分後の午後7時40分ごろ、男性からこれから帰るとの電話がフロントに入り、直後にスーツ姿の男が小走りで出て行きました。その様子に違和感を感じた従業員が客室を訪れると、そこには倒れている少女の姿があったのです。その後、ホテル従業員の119番通報によって彼女は東京医大病院に搬送されたのですが、そこで死亡が確認されました。それと時を同じくして、警察による現場検証が行われたのですが、室内に残された少女のものと思われる紙袋から市立図書館で借りた本が発見され、これがきっかけで身元が判明します。被害者は埼玉県川口市に住む当時17歳の少女で、高校は中退して通っていませんでした。そんな彼女も中学までは成績優秀で、クラス委員を務めるような真面目な学生だったそうです。しかし高校入学後から問題行動を起こすようになり、2年生に上がる前に退学となってしまいました。それ以降はタレントになるという夢を持ちながらも、ただただ遊び歩くような生活を送っていたようです。そして事件当日の運びですが、昼過ぎまでは1歳年上の婚約者と遊んでおり、午後4時30分頃に家に帰ると言って別れています。またこの際、婚約者に対して演劇関係に詳しい人と知り合ったのよ。ひょっとして私もタレントになれるかもねと話していました。ただ、この話と犯人との間に関連性があるのかは分かっていません。婚約者と別れた後、少女はコーヒーを飲んだような形跡があり、そのことから犯人とカフェなどで会った後にホテルへと向かったのではないかとされています。身元も判明し、そうした推測などはされたものの、犯人特定に至るようなきっかけをつかむことはできませんでした。第4の事件。第4の事件は第3の事件発生からわずか11日後の6月25日に起きました。被害者となったホステスの女性が一人でゲームセンターにいると、男が話しかけてきたというのです。二人はそのままホテルへと向かい、午後11時頃にチェックインしています。その後、女性がホテルでうとうとしていると突然男が首を絞めるなどして襲いかかってきました。これに対して女性が必死の抵抗をすると、犯人の男は慌てた様子で彼女の財布を奪い、そのまま逃走しています。一連の事件で初めて犯人を目撃している被害者の証言が取れたことにより、捜査関係者の間では事件解決まで秒読みかと期待されました。しかし、当時は客のプライバシーのために監視カメラなどが設置されておらず、また被害者の女性も犯人と面識を持ったのは事件直前だったため、有力情報は得られていません。これら4つの事件には共通する点が多く、そのことから同一犯による犯行だとされました。ここからはそうした共通点をまとめていきます。共通点1、位置と日時が集中している。事件現場となったホテルは全て歌舞伎町に位置していました。そして第1の事件から第4の事件までの期間は3ヶ月ほどしかなく、平均して1ヶ月に1回のペースで発生していることになります。共通点2、被害者の状況。
第4の被害者を除いた3人の被害者の体からは同じ薬物が検出されました。また彼女ら全員に注射を打ったような跡はなく、そのことから口か鼻から飲用したものだとされています。さらに、全員が首を絞められるという襲われ方をしていました。その中でも、第2の事件と第3の事件ではストッキングを使用するという点で一致しています。共通点3、容疑者の特徴。4つの事件でそれぞれ目撃されていた容疑者の特徴が類似していたのです。第1の事件では若い男性、第2の事件はサラリーマン風の男性、第3の事件と第4の事件は身長160センチ台の30代のサラリーマン風の男性との証言がそれぞれされました。これらの共通点などから警察は同一犯による犯行だと断定したようです。ただ、個人的には同一犯ではない可能性が高いのではないかと思われます。歌舞伎町という町の性質上、薬物を使用している人物は少なくありません。3人の被害者が普段から自分の意思で使用していたという可能性は十分に考えられます。また、首を絞めるという襲い方もありきたりなものであり、特別目立ったやり方だとは思えません。犯人の見た目に関しても、身長160センチ台でサラリーマン風の男性とのことでしたが、そんな人はいくらでもいます。さらに、第2の事件では身元判明につながる可能性があるものは持ち去っているのにもかかわらず、第1、第3の事件ではそうしたものを残しており、第4の事件においては顔を見られた被害者を残して逃走しているのです。事件によって犯人の性格が違いすぎるような気がします。これが一人の人物によって起こされた事件なのでしょうか。いずれにせよ、これらの事件は犯人逮捕にまで至らず、未解決のまま1996年に時効が成立しています。果たして犯人は一人だったのでしょうか。真相はわかりません。それではご視聴ありがとうございました。